橋本マサルは日本の社会学者。学位は修士。静岡県立大学国際関係学部教授、大学院国際関係学研究科教授。静岡英和女学院短期大学講師、静岡英和学院大学人間社会学部教授などを歴任した。1964年5月に生まれた。根津育英会が設置、運営する武蔵大学に進学し、 人文学部の社会学科にて学んだ。1988年3月、武蔵大学を卒業した。さらに、青山学院が設置、運営する青山学院大学の大学院に、進学し、文学研究科の教育学専攻で学んだ。1992年3月に、青山学院大学の大学院における博士前期、課程を修了し、 1995年3月に博士後期課程を満期退学した。静岡英和女学院が設置、運営する静岡英和女学院短期大学に採用され、2001年4月より講師を1 0 0人で務めた。翌年に静岡英和女学院が設置、運営する静岡英和学院大学が開学したことに伴い、 静岡栄和女学院短期大学は静岡栄和学院大学の短期大学部に移行した。なお、静岡栄和学院大学の学部は発足時より男女共学であるが、短期大学部は静岡栄和女学院短期大学の伝統を引き継ぎ女子のみ入学科としていた。2011年になって短期大学部も男女共学科され設置者である。 静岡英和女学院も2016年に静岡英和学院に改装している。2003年4月、静岡英和学院大学の人間社会学部に移動し、そちらの講師を専任で務めることになった。人間社会学部においては、主として地域福祉学科の講義を担当した。2007年4月、静岡英和学院大学の人間社会学部にて、准教授に承認した。 人間社会学部においては、主としてコミュニティ福祉学科の講義を担当した。翌年には人間社会学部の教授に承認し、引き続きコミュニティ福祉学科の講義を担当した。また、他の役職なども兼任しており、2013年から2018年にかけて、静岡県立する画創合高等学校の評議員を兼任していた。 2015年から2018年にかけて日本高等教育評価機構による大学認証評価の評価員を兼任していた。2020年4月、県と同盟の公立大学法人により設置、運営される静岡県立大学に転じ、国際関係学部の教授に就任した。国際関係学部においては、主として国際言語文化学科の講義を担当した。また、 静岡県立大学の大学院においては国際関係学研究科の教授も兼務した。国際関係学研究科においては主として比較文化専攻の講義を担当した。専門は社会学であり、特に教育社会学に関する分野の研究に従事した。具体的には教科外活動について歴史社会学の観点から研究している。 学術団体としては、日本教育社会学会、日本教師教育学会、関東教育学会、日本特別活動学会などに所属している。ありがとうございます。